もうすぐ避難の準備が終わるな。たまにこういう任務が来るけど、面倒なことこの上ないよな。何を言ってるんですか。今回の我々の任務は人々の避難を支援護衛すること。普段以上に気を張らなければならない重大な任務ですよ。それをまるで、要するにみんなでお引っ越しってわけだ。いつもいつも切った張ったしてるより、たまにはいいとは思うがね。任務は任務です。いいも悪いもないでしょう。それに護衛するのは村人だけじゃないのよ。切り札を受け取るまで何としてもここを死守しなければならないんだから。実に名誉あることだけどさ、切り札ね。どんなすっごい武器でもよ。二人ともそこまでにしておけ。確かに目前の敵のみを相手にするより護衛は緊張を強いられる。小規模の集落とはいえ人命を預かることになるし、引くわけにはいかないからな。それにここは前線に近い。みんな最後まで気を抜くなよ。しかしリンダは少し、申し訳ありません。そうそう、少し肩の力を抜いてリラックスしろよって。それは遠回しすぎてわからなかったな。ああ、こうしてまた俺の善意が日の目を見ずに消えていくんだな。そのまま埋もれてればいいのに。報告します。傷の山脈より魔物が現れました。あと少し、住民が避難するまで我々で抑えるんだ。多くは俺が引き受ける。無益な戦いは望まない。引いてくれ。
避けて通れないのであれば切る。行きますよ。メッセよ。やっと俺の出番ね。そうだ。うわ。ちょっと。